皆さんこんにちは。立命館高等学校吹奏楽部です。ただいま演奏いたしました曲はヤン・バンデル・ロースト作曲のアルセナールでした。この曲は1995年にベルギーの吹奏楽団創立50周年を記念して作曲されました。アメリカマーチとは一線を画した明るく華やかなヨーロッパマーチをお楽しみいただけましたでしょうか。申し遅れましたが、本日司会を務めさせていただきますのは3年クラリネットパート天岸七乃、3年パーカッションパート岡田紗恵と、3年フルートパート岡田結衣でお送りいたします。どうぞよろしくお願いいたします。次に演奏いたします曲はポール・デュカス作曲の魔法使いの弟子です。この曲はディズニー映画ファンタジアで使われたことでも有名で、完璧主義者であった作曲者デュカスが自信を持って世に残した最高傑作と言われています。デュカスの幻想的な世界をお楽しみください。それではどうぞ。Thank you.
ジアの世界観をお楽しみいただけましたでしょうか。さて、私たちはこの春新入生23名を迎え、計81名で心から心へ届ける音楽をモットーに日々練習に励んでいます。本校吹奏楽部は学校や地域の行事、その他さまざまなコンサートに出演しています。また先月グアムへ演奏旅行に行きました。私たち吹奏楽部は2年に一度演奏旅行で海外を訪れています。目的は豊かな国際感覚を身につけ、異文化交流を深めながら両国の音楽文化発展に寄与することです。前々回は台湾、前回はシンガポール、そして今回はグアムへ行きました。演奏旅行は国決めから旅行会社さん、現地の学校の方とのやり取りなど、すべて生徒が主体となって行っています。私たちはグアムで2回演奏の機会がありました。1回目はセントジョーンズハイスクールとグアムテリトリアルバンドの方々との合同コンサートに出演しました。小学生から高校生までの方に楽器を教えるミュージッククリニックや合同演奏をして現地の方々との交流を深めました。2回目はグアムプレミアムアウトレットモールで演奏しました。現地の方がダンスで参加してくださったりして、演奏する側としても日本では味わえない楽しさを感じることができました。この演奏旅行を通じて、音楽は万国共通であり、言語の壁を超えるコミュニケーションツールであることを改めて実感しました。また年に5回行われるジョイフルコンサートでは、私たち立命館高校がホスト校となって多くの学校を招き交流を深めています。そして来週の日曜日4月29日に第52回ジョイフルコンサートが立命館高等学校大ホールにて行われます。阪急西山天王山駅から徒歩10分、または JR 長岡京駅から徒歩20分程度となっておりますので、お時間のある方はぜひお越しください。さて、次に演奏いたします曲はチュニジアの夜です。この曲は1940年代のビパップ期以来モダンジャズのスタンダードナンバーの一つとなっており、マンテカナダとともにガレスピーの代表的な作品の一つにも数えられます。アフロと4ビートのリズムの組み合わせによる独特のエキゾチックな雰囲気を持つテーマと、バリトンサックス、アルトサックス、トランペットのソロにもご注目ください。それではどうぞ。
ました。ファンタジアの世界からかっこいいジャズの世界までと演奏スタイルもガラリと変わり、私たちを本当に存分に楽しませていただきました。立命館高校吹奏楽部の皆さんに今一度大きな拍手をお送りください。素晴らしいステージもありがとうございました。それではここで無事